はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。シップレックエスケープやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はレベル2の4ですね。主人公のキャラは女性キャラのケイトですね。早速やっていきましょう。さあ今回ソロプレイですね。今回もね、上で火災が起きてるな。まず奥行くか。さあこれを蹴っ飛ばして、このバルブがあるから、まあ閉めとくか。どこかわかんないけど、まあ一回閉めれば間違いはないはずたまに間違えるかもしれないけど、まあ連動してる時ありますからね、バルブがね、いろいろね。お、制動車。おい、ここで流ってるよ。もしもし、このドアの鍵を持っていないよ。見つけてきて、急いで。鍵を見つける必要があるのか。わかりました。まずは、上に行く必要があるな。火災が2箇所、上にも1箇所あったな。まず行くか。急げ急げ。よし、ちょっと、スタミナ切れかかってるんで、ちょっと歩きます。で、ここで、そこで火災が起きてんだよな。上に行くしかないな。お、消火器がある。消火器ゲットして、また蹴っ飛ばして、通気口の蓋開けて、これ取って、お、ちょうどいいところに、あ、水のバルブ。これあれか、あそこのが消火されたのね。そこの下の火災がね。鍵か。同時に鍵も探さないといけませんね。急げ急げ。下にも火災があるな。お、そこに鍵がある。お、ちょっと待てよ。その下に鍵があるのか。これバルブがあるな。これ閉めとくか。やべ、急がないと。浸水してしまう。まずいな。これ後でもよかったかもしれない、これは。まあいいや、行こう。急いで戻ろう。で、その鍵を拾えばいいのかな。これ間に合うかな、これ。下に置いて。下に降ります。その奥に行けるんだよな。奥も行くか。おっと、これで使って、消火器使います。で、奥の鍵拾います。よった。こっちは、なんかあんのかな？あ、行き止まりだ。ここ行き止まりだからいいや。オッケー。手間が省けた。で、その奥にも、なんかあったよな。その火災の後、先だ。なんかありそう。あったあったあった。これなんだろう、これ。焦るなぁ。浸水、間に合ってくれよ。あれ？お、熱っ！おもろに、あそこに奥にも鍵がある。どっちの鍵だ、これ。行ってみるしかないなぁ。ちょっとわかんないから、こっちも取ります、鍵を。やった。スタミナ切れかかってる。走れるか。あんま走れない。あ、今、さっき拾ったのがこの鍵か。だから違うんだ。下の鍵を取らないと、製造者のところが、扉が開かないんだ。厳しい。間に合うか、これ。バルブ切ります。いや、まあ蒸気出てんな。もう一個か。これで多分ね、下の、もう消えてるはず。蒸気が。あ、消えてる、消えてる。オッケー。急げ、これ間に合うかな。全速力。また、間違えた。こうか。こうか。で、左全速力。あー、やばい。浸水始まってる。まだ、大丈夫か。まだいけるか。ちょっと息切れ拾って、走れない。歩くの遅い。これ全開。あー、やばいな。やっぱ少し間を空かないと走れない。待って、これ間違いないよ。ここで下に降りたいんだけど、どこで降りるの。これどこまで行くんだ。これ間違ってない、私。あー、大丈夫だ。こうだ、こうだ。で、ここで全速力で左、またこうだ。走れ。あー、もう息が切れる。まずいな、スタミナがちょっとやばい。疲れてる。でもこれくらいなら間に合うんじゃないか、これ。扉さえ開いちゃえば多分ね、OK なはず。あ、いける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 。OK、開いた開いた開いた。開いたよ。やっとら時間かかったね。あなたの個人的な救助隊じゃないんだよ。こっちも同じように生き延びようとしてるの。あ、でも乗組はどう？こっちは金を払ってる客だぞ。多分船から降りる人を助けてるのね。で、あなたも急いで出るべきだよ。そうだよね。
悠長なこと言ってる場合じゃないですよね。文句は後で言いましょう。まず出し出しからね、言いましょうね。まずは上に行こう。間に合ってよかったわ。鍵が2つあるとは思わなかったですね。いや、あれ右の1個だけ行って間違えたら結構大変な目に遭いました、これね。あれ、どこれ、あ、行けね。どっか行くの忘れた。これか、これ上りだ。見落としてた。で、あとどこ行けばいいんだ、これ。上にひたすら上がればいいんだよな、多分な。多分。で、ここでしょ？え、どこだ？ちょっと忘れかけてる。こっちか。わかんない。違う、これは違う、バルブだけだ。その上か。左上か。右上はね、もうバルブしかなかったんでね。上がるだけ。あ、これ違うな。決めつけたけど大丈夫かな私。あ、スタミナがない、走れない。あれ、これ左行けたか、奥行けない。あ、間違えた。下だ、多分下だ。下で、下から上に行くんだ、このルートも。うわー、やべ、浸水してる。まずい、急ごう。走ってケイト、頑張ってケイト。もう疲れは取れたろう。これ多分これで、さらに上合ってるのかな、これわかんないな。とりあえずこ、またこ、待て、待て、こうだ。鍵が必要。こっちか、残るは。これ通風交番残ってるってことは多分言ってない。あ、なんか落ちてる。でも鍵じゃない、これはファイルだ。読むか。ゲスト講師募集中。自分の知識を他の旅行者と共有することで無料の海の旅をする夢を見たことはありませんか。あなたが知っていることを私たちに教えてください。ゲスト講師で無料のクルーズ、移動、キャビン、食事、そして楽しいを提供しています。ただほど高いものはありません。結構ね、でもね、仕事量多そうですよね。行くぞ。ダンもその口で多分来たんですよ、ここにね、確かね。そんな感じだった気がする。ね、仕事は楽だし、その、なんだろう、役得っていうのかな、食事とか安いしみたいな、ね、ゲームもできるしみたいな、カジノか、ね、そういうのがあったんだけど、こういうちょっと事故に起きてね、大変な目にあったわけですよね、ちょっとね。よし、鍵開けた。これってどうなんだ、もうない。これ以上はちょっときついぞ。これ以上トラップがあったらきついな。どうだろう。あ、出口だ、やったー。危なかった。いや、あの鍵のね、トラップが危なかったですね。はい、ということでございまして、今回動画ここまででございます。ご視聴ありがとうございました。いや、本当あれ、鍵2本取ってよかったですね。あれ、1本だけ下に行ったらね、ちょっと間に合わなかったかもしれませんね。もう2本目を取りに行くのに、1回上に上がって降りてみたいな感じになるとね、もう浸水がどこまで行ったか、ちょっと、ゾッとしますよね。はい、また次回もやっていきたいと思います。それでは、さよなら。